毎度セイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やりましょう。では、頂上やりましょうか。選択チャレンジいきます。押しました。ギルダーツさんね、先生取りましたね。ギルダーツ、ギルバードやったらわかるけどね。ミスタービッグ、クラウザー、オロクリーかな。攻撃しか来ないな。でも量、ちょっと微妙やな非常に。量は単体じゃそんな強ないんですよね。そこがほら、巻き出た。これは厳しい。でもどうかな。クーラーか、クラウザーがおるからね。クラウザー次第っていう気もする。これね、ミスタービッグはあんま置きたくないな。巻きなんで基本的にはもろいキャラはあんま置きたくないな。これでいくか。前置きます。でクーラーで沈黙を入れつつ、クラウザーで怒り下げ狙っていきたいかな。一旦目は出ないですね。クラウザー沈黙入った、キムに入った。うまいことこうキム倒しながらね、マキにクラウザーの怒りダウンとかが入っていけばチャンスはあるっすね。モモコ今怒り溜めたな。こういこうかな。これもクーラー、あれっすね、クーラーちょっと狙っていきたい。ハイデルのゲージ溜まりますね。でもどっちにしろ前使ったらクーラー溜まったか。ハイデルンは使います。前に飛んでくる。なるほど。前使ったらクーラー溜まるんですが、モモコか、嫌な感じやな。でも行くか、行くのもありやな。行きますか。クラウザーも使えるし。で、チャンからの先にクラウザーかな。でクーラーで一応怒りダウンは届くっすね。これはおわー、ナイス、凍結凍結。この怒りダウンは届くっすね、マキに。だから使ったんですけど、これ倒したい、できれば。無理か、さすがにね。一応でもマキ瀕死まで追い込んだ。でさらに怒りもダウンさせたんで、おお、パオや。それでいいの。これパオ入らないでしょ、マキには。結局、チズルに復活するんで。どうなんかな？今、マキにアイコンは出てたけどな。どうなんですかね？これ、このまま行きましょうかね。ハイデルンか。マキはゲージ溜まってないよね、さすがに。だから、こう行きます。スキル弱い。マキはさっきクラウザーで下げたから、このターンは溜まらないですね。なんでチャンを前にしました。ハイデルンは溜まってるけど、ですね、使わない。ここでマキを倒したいな。倒せるキャラいたかな。2代目か。いや無理やな、これマイがこれあのダメ、あのね、あの HP を倒せるかどうかやな。オロクリ出すかな。オロクリ出すか。頼むで、マイ。マキを倒してくれ。頼む。どう？おお！やけどでいけそうか？やけどでいけそうか、あれは。多分やけどでいけそう。よし、倒した！しかも、やっぱり復活入らないね。千鶴に復活したんで。これはめっちゃいい感じやぞ。しかも HP かなり減らしてるんでね、全体的に。全滅も狙えそうな感じになってきた。沈黙だけはやめてほしいわ、もうクーラー。そんなうまいことクーラーに入るん？沈黙はちょっと嫌やな、もう。こういこう。で、前倒させて、全滅狙います。これクーラー沈黙なかったらもう 100% 全滅やのにな。ねえ、簡単に取れるんですけどね。ブルーマリー使って沈黙解除できるキャラいないかな。2体出せるから、でも全滅取れるかな。
キング全滅取れるかな、行こうか、それかもう一回我慢するか。いや我慢できひんな、これはクーラがスキル出ちゃうとやばいんで、行きます。ミスタービッグで、さすがにいけるか、さすがに量頑張れ、よしいけるね、いけるわ、いけました。巻き相手に頑張ったよ、もう沈黙で泣きそうやったけどいけたね、なんとか調整が効いたって感じかな。まあほんま巻きはでもきついな、ああいう感じで必死にやらなあかんからちょっとしんどいっすね。じゃあもう一回いきましょう。 MDU さんね、先制取られてクラウザー、そしてオロチヤシロ、右京、立花右京、また2代目なんか、もう2代目出たら2代目取るしかないからな、もうしゃあないですもんね。クリザリッドとオロチ、量おらんか、おらんかまさかの量おったら笑うけどな。ベニマルか、そやな、変でラッキーか、ラッキー置いとこうかな。ベニマルでも結構強いからな、スキルが。チャン置かずにラッキー置きます、これは。こうしよう。クリスがね、復活の可能性あるから全滅は割と狙いやすそうなんですけど、復活考えるとね、強引に行かれへんからな。このまま行きます。クラウザ頼むで、よーし、いいよ、ナイスクラウザ、ほんまにここ1ターン目めっちゃ優秀。あ、しかもめまい入れた、ナイスやな。お、ナコルル捨てるんや。あ、なんで生きるのこれラッキー、なんで生きるの、うわーマジで。ほなベニマルで回収しようか、いやそれともこういこうか、クラウザーで回収で、ベニマルはここザキに使われても別にいいんで、使わんかいいですね。まあまあそれはいいか。じゃあこのままいきます。クラウザー、クラウザーあかんのか、ここは麻痺したよ、これは使っていく。クラウザー使わない、うん、これで倒さんでいけるでしょ。 OK、 さあどう出るかですね。なるほど、なんか縦一列のキャラとかいなかったよね、それやったらもうラッキー前にしていけそうやな。これそうするとね、こっちはラッキー前にして、あれ使うの、ヘブンズゲートガードした、うんうんうん、ほらもうこういってクラウザーがスキル出るとマッチは防げるんでね、こういきます、よし出てるね。で、こういきます、よし、これならもう調整できない、めまいも入れたし調整できないし全滅も取れない。あ、クリ、あージョンフンおった、いやージョンフン忘れてた、さっき言うたでしょ僕縦一列とかおったかなって、いたー。でも全滅は取れるか、うわジョンフンおったのや、見とかなあかんかったな、ジョンフンとかそういう系のキャラいたかなって思ったけどね、いたら無理やね今の出し方は。やってもたっすね完全に、やってまいりましたね。